しゃ。何の嫌だろう。今日使うかなと思って。行きましょう。はいどうもマシュマロチャンネルのマロです。お願いします。はい、というわけで今回がリアタイ日記2020年シーズン最終回ということで、はい、ちょっと若干緊張しておりますが、久しぶりかな、うん、リアタイ日記は毎週一本ぐらいのペースで出してると思うんですけど、今回が2020年シーズンのね、ラストということで、はい、楽しんでいきたいと思います。その前に、前回のリアタイ日記で、皆さんからいただいたコメントをね、返信というか、読ませていただきたいと思います。まあ、全部読もうかな。うん。1個目ですね。いや、そう、うちのね、動画、そうなんですけど、1って言ってる方が結構ね、2人ぐらいいらっしゃるんですけど、アップした1分後ぐらいに1っていうコメントが来るんですよ、僕のチャンネルの動画で。うん、シンプルに疑問なのが、まあね、多分通知オンにしてくださってるんだなと思うんですけど、皆さん何されてるんですか一体。いやマジで早いからすごいなと思って、コメントだけわざわざしに来てくれてるのかなと僕はね思ったりしてるんですけど、マジですごい。うん、びっくりしてます。いつも本当にありがとうございます。で次、昨日の配信って言ってたけどいつの配信、これはですね、僕の動画結構タイムラグがあったりするので、そうそう、あんまり昨日とか言ってるからつってあれですよ、本当に昨日なんだって思わない方がいいかもしれないです。僕の動画の場合は。結構タイムラグがあるので、すいません。そんな顔なのか、マロちゃんは。あれですね、前回のビリー・アイリッシュのやつね。いや、俺もね、びっくりしてて。まあね、結構その、周りからはハーフみたいとか、沖縄顔とかね、よくね、言われたりすることもあるんですけど、僕実際その、沖縄、両親が沖縄出身でもないし、まあ、全くハーフでもない純日本人なので、うん、でもね正直それ言われてめっちゃ嬉しいです。僕はハーフとか沖縄とか言われて、沖縄にちょっと憧れてるんで、うん、めちゃくちゃ嬉しい。でそれに関連してオープニングクサッス、いやーちょっとねふざけてる毎回オープニングは。やっぱりねオープニングというか動画のやっぱりその最初の方がやっぱりさ、面白いとずっと見てくれるかなっていう、うん、ちょっと俺的なその考えでちょっとね最初の方面白くしてみました。はい、プラチナ行ったらとりあえずツーシームまっすぐ打っていれば3割はいけるので頑張ってください。ツーシームスプリットの見極めとかはその後で。なるほど、ツーシームとまっすぐね。いや結構その DM とかでもツーシーム打てたら結構いけますよっていう米じゃないわ、そういうことをね、いただいたり、言葉をいただいたりするんですけど、まあ、ちょっと、いまだにツーシームが克服できてないというか、まあ、ツーシームもいろんな形があって、まあ、大野雄大投手のような、鋭く落ちるツーシームであったり、まあ、あと、まあ、同じく大野雄大投手の、下にね、落ちる、なんやろ、チェンジアップじゃないけど、どっちかっていうと、スプリット的な感じかな、クイッと落ちるやつとか、あとも安脇投手のシンカーみたいな、ああいうツーシームもあったり、結構ね、ツーシームにもいろんな種類があって、でも一番シンプルに、普通のノーマルのツーシーム、もうストレートかと思ったらくねっと落ちる、あのツーシームが僕は一番苦手です。はい。皆さん、ルーム戦の時はね、投げないようにお願いします。もうストレートとかね、ツーシームは絶対投げないようにお願いしますね。もう一回言ってきました、大切なんで。はい。こんにちは。動画見てるとストレートに詰まってるから変化球に合わせるか、速い球を張るかの方が詰まらないですよ。なるほど。だからまあ、なんかね、上手い人の動画とか見てると、ストレートにタイミング合わせて、そっから変化球に合わせるみたいな、よくそんなことをね、おっしゃってる方とかが結構いらっしゃるんですけど、俺にはそれはできないということで、まあでもストレートにタイミング合わせて変化球とかの方がいいのかな、やっぱり。
その皆さんが言ってるように。ただね、そうもいかない千賀投手とかもいたりするから、鋭く落ちるフォークとかね。頑張ります。ありがとう。マラさん、指でやった方がうまい説。指、それな。タッチペンで良かったと思ったんですけど、ね、やっぱね、指だったっぽいよね。まあなんで、まだまだ未だに変えてない指サック。なかなか、その100均ダイソーであったり、そういうところに行かないから、ダイソーにあるのかな？なんか、おすすめの、お手頃な価格の指サックがあれば、皆さんコメント欄で教えてください。マジでお願いします。で、これね、オープニングのやつね。最初広告かと思って見てなかった。見て、飛ばさずに見て。結構、俺的に、頑張ったから。頑張ったね。頑張りました。来年は、プロスピじゃない。プラチナ常連だね。本当？でもね、スタートダッシュ決めれたとしても、スピ負けしてしまう可能性もあるじゃん。今持ってる選手が。なんで、ちょっとどうかな。常連かどうかはちょっとわかんないけど、行きたいですね。で、多分これ、ランクとか引き継がれないんですよね、確か。俺、リアタイをさ、今年から始めたから、全くわかんないんだけど、引き継がれないならまたもう一回ゼロからだと思うので、まあまた、来年も、玄人、まあその上目指せたら目指していきたいなと思います。プロスピー実況のコツを教えてもらえますか？実況のコツですか？俺っていいのかな？まあ、なんだろう、まあ、俺とかも結構最初の方になってたと思うんだけど、動画撮るぞと思って、なんかルーム戦やると、やっぱどっちかがね、おろそかになっちゃうというか、もう話の方に集中しすぎて打てないとか、逆に打つの集中しすぎて喋れないとか、まあ、喋れないはいいと思うんだけど、打てないはちょっと、さすがにさ、いつものプレイが出せないじゃん。なんで、なんだろう。俺とかさ、普段もゲームしながら喋ってるような人なんですよ。一人でも。やべえやつだけど。なんでもう、なんか特別、モードに入るわけじゃなくて、素の、いつも自分の、ルーム戦しながら喋ってるようなことを、もうそのまま動画にしてる感じです、俺は。で、結構ね、なんかわざわざ面白いこと言おうとか思わなくても、素の状態で、俺は正直、そっちの方がゲーム実況としては面白いんじゃないかなと思って、俺的には思ってます。いや、出た。なんか質問来てますね。マロさんは学生時代ジュースを後輩におごってあげている先輩でしたか？それとも後輩におごらせる先輩でしたか？この質問か。これはね、おごってあげる先輩とおごらせる先輩？選択肢この二つよね。ごめん。この方には申し訳ないんだけど、どっちでもない。っていうのも、おごらされている先輩でした。後輩に。ジュースならまだいいじゃん。かわいい。いや、なんかね、この話ちょっと長くなるけど短くするけど、なんかね、うち、まあ高校の時、俺ラグビーしてたんだけど、なんか同じ高校の会場かなんか、なんか武道か、卓球かなんかの大会やってたのよ。バレーかな？わかんないけど。それで、いつもさ、そんな、休みの日に部活してて、なんかグラウンドの端の方に出店なんて出ないのよ。うちの高校って、まあ田舎のね、高校だし、そんなに、そんなに、全校生徒多いわけじゃないから、全くそんなないのよ。購買とかもね、1個しかないし、自販機も3つぐらいの高校やから、そんなないんやけど、なんか出店来てて、で、部活終わったら、なんかみんなわーって、絶対うちらのために来てくれたわけじゃないのに、みんなわーって言っちゃったのよ。そしてなんか後輩ちゃんが、なんか俺んところ来て、俺全くも買う気なくて、普通に帰ろうとしてたろ。ちょっと、おごってくれません？みたいに言われて。おごってくれませんじゃねえの？もうちょっとなんかきつい言い方されたな。ちょっとおごれよみたいな。後輩なのにだよ。後輩なのに、それでフランクフルト。
だっけ、あのウインナーが刺さったやつ、あれを300円ぐらいのおごらされた、まあ、ジュースとかもちょくちょくおごらされてたけど、うん、感じなんで、後輩におごらされてました僕は。一個上の僕のその部活の先輩はめっちゃかっこいい人いて、まあ、ジュースを買ってきてって頼まれたんですけど、まあ、ジュースって150円が一番マックスじゃん、大体。だけど300円渡してくれて、余ったらで自分の買ってきていいよっていうかっこいい先輩もいたんで、そういうの憧れたんですけど、僕は、おごらされてました。はい。みんなもね、まあ、可愛い後輩やったらおごってあげて、まあ、そうじゃなかったら、うるせえよっつって、皆さん言ってくださいね。はい。はい、すいません。というわけで、ちょっと長ったらしく冒頭喋っちゃったんですが、今から本題のリアタイの方をやっていきたいと思います。まあね、最終回なんで、まあね、この前、前回の動画3立てしたじゃないですか。なんでまあ3立てとは言わないですけど、うん。まあ1勝、ないし2勝はしたいですね。うん。というわけで、早速、1試合目の方行っていきたいと思います。はい、というわけでマッチングしまして、あのね、多分今大会やってるからなかなかでマッチングしなくて、マッチングに30秒かかりました、珍しく。はい、先発松井投手ですね。1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後方ですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。1番山田選手はね、どうなんでしょうね。打ちました。俺もやってるけどやっぱりいいのかな。バッターは2番、安心しました。1番山田選手なんか嬉しい、なんで嬉しいやろ。西浦さん、インサイド落ちました。ヤクルト純正じゃなかったか、落合さんと。ツーアウトになっています。この回の松井3球でアウト、初球打ち、よし、ナイス。とりあえず三者凡退ということで、松井投手いいね。一番今勝ってるのが誰、松井投手だったっけな。ホワイトさんは吉野部さんか、私立吉野部さん。でこちらも1番山田さんですね。ルーム戦で最近あまり皆さん吉野部さん使ってないですね。うわー、オトムラン。俺が千賀さん苦手って言ったからみんな千賀さん使うようになってるね。うん、明らかに増えたのバレてるからな、みんな。バッターはちょっと時には違うピッチャーも使ってね。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちたいから打ちたいから、一塁牽制、危ねえ。行きたい、これは行きたい、よっしゃ、行けた、これは行けた、よし。でね、太田さん特訓マックスにしときました。太田さん多分使うなと思って、これからも。これで先制点にぐっと近づきましたよね。やはり足があるっていうのは、いいよいいよ、落ちる落ちる落ちる、あー。さあ、そしてバッターボックスには柳田が入ります。暴力、アウトカウントが1つ、ミート88のパワー97は暴力ですよ。今度はしっかり繋げて、いや今あったのに、あるよね、パーソル合うのに打てない時、クロスピアルあるだと思う。あー、やばい。よっしゃー、イエスゴーン、出た、またミート85パワー96暴力。もうローズは結構前から特訓マックスなんですよね。これが2球目、ローズさ、最近知ったんだけど、意外とその足が速いというか、走力67Cぐらいあるんですよね。ツーアウトになっています。打てて走れるってすごいよね。初球はボールになりました。156キロがいきなり出ました。2球目打ちました。あー、無理か、うわやっちゃった、バッターはやっちゃったよな。イーグルス、この回先制となるツーランホームランが出ています。初球ボール、バッター有利なカウントになりました。いやなんの嫌だろう、来たー、ナイスホームラン。バッターは7番に入っている岡本。イーグルス、カズマ、で得点を上げています。カズマ、カズマ、ナイスカズマ。8
これいけるんちゃうか。梅野ヒットでランナーを一塁に置いています。代打この先、まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。来た、ちょっと特訓レベル上げときました。今日使うかなと思って、この先なんとまさかの代打としてこれ以上ない結果を出しました。まさかのホールドになっちゃった。楽天イーグルスがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。ナイス勝利。終わってみれば先発ピッチャーが完全試合という、完全試合やってもらったよ赤星さん。ちょっとどうした俺、どうしたんだろうな。なんか今4連勝かな確か。うん、最近やばくない？なんでだろう。もうこれはみんなのおかげとしか言いようがないね。うん、皆さんありがとう。いや、やばいな。打ちすぎちゃったくらい打っちゃったね、ちょっと。というわけで、まあ、調子乗らずにね、2試合目3試合目引き締めて、気を引き締めていきたいと思います。それでは2試合目どうぞ。オリックスバファローズ対、はい、というわけでマッチングしまして、解説は里崎智也さん、岩佐田投手ですね、お相手さんは。実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。岩佐田投手もね、対戦経験があまりないのでちょっと手探りになってくると思うんですけど、頑張ります。どう立ち向かっていくのか注目です。対戦経験なくないな、誰かなんか使ってたな、ルーム戦の時。まあそうですよね、そういう意味でも。なんだっけ、岩佐投手って。あ、ツーシーム持ってるのね、ホットオッケー。その1、2番がどう活躍していくのか見ていきましょう。ああ、行きましたね。クソうざい。クソうざいやつ。いやー、やべえ。ちょっと俺に打撃が爆発してんぞ。よっしゃ、行った。おっしゃ、ナイス。打順は3番柳田。ヒットでランナーを一塁に置いています。いや、キャッチャー誰だ。甲斐さんかな、甲斐さん。インサイド落ちました。キャッチャー誰だろう。走れねえな。まあいいや。打席にはローズが入っています。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。リードしてますが、取れる時に取っておきたいですよね。まだ安全圏ではないですからね。ベニーランド、何かが起こるからな。そうですね、勝手に俺がつけたけど今。さあ、2球目は何か。うわー、スラッガー外れた。あの下の球種は何だろう、フォークかな。またインロー、ボールになります。落ちる。あー、無理か。さあ、そしてバッターボックスには山川が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、いや、まだまだ怖いバッターは続くぜ。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。うわー、間がいいな。今最初は変化球できました。次が2球目。この間の取り方がうまいですね。投げるまでのこの間、うん、併殺狙い、インコースに攻めてきました。ああ、いや、間がうまい、すごい。間がうまいって褒め方で合ってんのかな。でもその間の取り方がうまいです、この方。インサイド打ち上げました。センター打球。ああ、うまいな。バッターボックスには6番ソト。あ、代打送りたいけどな、まだ指名打者代打送れねえんだな、確か。一回打席立たないと。打席というか。やはり先。いや、いける。ああ、無理か。チャンス問題。さあ、これからイーグルスが守備につきます。先発は我らが楽天のエースである則本さんですね。まあ、今年はね、ちょっとマー君が入ってくるので、これが1球目。その先発エース争いみたいなの見たいですね。エース争いなんのかな、あんまり分かんないから喋んない方がいいかもしれない。アウトローの変化球、キレがあります。あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました。うわー、打ちそう、やばいな。これにそのスプリットとか投げてみたら意外といいかも。うわー、振らないな。スラーブでちょっと行ってみる。外に逃げるスラーブ。うわ、うまい。
ないバッチ。やっぱこれ追いつかれる可能性全然あるからな、気をつけないと。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上則本、そしてキャッチャーは梅野。ドラゴンズ復帰おめでとう福留さん。どう攻略していくか。あ、でそうそう、前回の動画で俺が好きな西武のチャンティみたいな、あの多分廃止した時に話したのかな。なるほど、あれ分かりました。チャンティ3です。見逃して三振に。チャンティ3、まず一つアウトを取りました。ちょっと歌音痴だから歌わないけど、中日チャンステーマ3かなんかで、皆さん分かんない方検索してみてください。あ、多分あーこれかーってなるから。ツーアウトになっています。これが初球。初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい。多分気づいてる方は多分気づいてると思うんですけど、はい、実況ねもう一回また入れました。やっぱやってる時に実況があった方がね、俺的には助かるからって前も多分言って消したと思うんですけど。さあ、そして打席には田村が入っています。さあ、同点のランナーを得点圏に。やばい、一気にチャンスされた。オッケー、取れた。源田さん、よいしょよいしょ。何のよいしょや。2回になります。7番から始まるイーグルスの攻撃。バッターは岡本キャズマ。イーグルス1点リードで迎える最終回です。あ、ナイスボール。ルイに出たらあの人を代打で。あー、田村さん。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。岩佐田、まずは先頭バッターを打ち取っています。代打シュート。赤星さん、まずは出塁してチャンス。いやー、出ねえか。作りたい、そんな、ね、アップルさん。そうですね、ここはそういった役割が求められる場面だと思いますね。さあ、繋いでいけるかどうか。アップルさん。いや、アップルさん足速いから、これは2塁いけるね、余裕だ。さあ、そしてバッターボックスには源田が入ります。ここでたまらん。ちょっとショートの代打がいないので代打出せないんですけど。バファローズピッチャー出た出た、岡田投手。うわ、タイピンチ岡田投手ちょっとめんどくさいな。さあ、初球は何か。オッケー、ナイス読み勝ち。よし、ナイスナイスナイス。オッケー、イーグルス。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。ここで深刻敬遠。深刻敬遠された山田さん。バッターは1塁に向かいます。太田さん舐められてるぞ。バッターは2番太田。イーグルスこの回舐められてるからちょっと言っとこう。ここで2点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。うわー、ナイスボール。繋がってますんで切らさずどんどん行ってほしいですね。あ、ボールか。はい、さあここも続くことが。あー、やばい、マジか。あー、でもよかった、ゲッツーはなんとか。打席には柳田が入っています。ただここでギータなんだよな。なおもチャンスは続きます。ここはしっかりダメ押ししておきたいところですよね。バカ、あぶね。そうですね。何あれ、ツーシーム？フォークか。あー、マジか。あー、マジか、やられた。殿崎さんキャッチャーはダメなんで。ここでイーグルス守備を変えてきました。谷重さんね。オリックスバファローズ最後の攻撃になります。いいな、ベストナイン殿崎さん。止まったら代打。いや、山川さんか。代打の山川。先頭バッター山川さん。うわー、怖っ。パワーをほぼ完成山川さん。何で来るか。え、なんつったなんつったこれ。パワーをほぼ完成山川さんだったら。7番に入っている岡本。やばいな。まずは先頭バッターを打ち取っています。あー、ダメか、振らないか。ボールになります。チェンペってなんかストライクゾーンに出たら緩いボールを持ってきました。結構パチコーンっていかれる気がするから、俺チェンジオブペース投げるときはちょっとボール投げてます。フルタ、ツーアウトになっています。この回の代打外。バッターボックスには代打の結構俺と使ってる選手似てるな。シリーズ2とか多いから、うらやましいけど。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。バッターよく見ました。ボール先行です。ナイスボール。はい、変化球が決まっています。よし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 、オッケー。
これで3アウト。試合終了。お世話になった。ありがとうございました。今日は見事な完封で白星を挙げました。楽天イーグルスが相手打線を完封。やばいぞ、ちょっと。やばいぞ。5連勝かな。多分5連勝だと間違ってたらごめん。前回3立てで、今回2連勝で。やばいぞ、ちょっとこれは。勝ち点900か。だから。まあ、あと何勝？あとそうだね。あと3勝したら、まあ、昇格は確定ですと。うん。プラチナ3位ね。でもそう、今回、もう、次の試合で、このシリーズラストだから、ラスト、有終の美を飾りたいと思います。それでは3試合目行きましょう。どうぞ。というわけで、ラストは、上沢投手ですね。懐かしい。僕、だから2019年の時は、ピッチャーがあんまりいなくて、まあ、則本さん、上沢さんとか結構使ってたんで、懐かしいですね、上沢さん。扱ってたって言ってもあれなんですけど、リアテンやってなかったから V ロードとかだけなんですけどね。フォークなんだよな、上沢さんは。保ったら初球カーブだった。あぶねえ、フォークあってた今。なるほどね。インサイド落ちました。強い打球。いや待って、捉えれてねえな。さあ3球目は何か。わあ、ダメだ、完全振らされた今。外に逃げる球やったね。噂はまずは先頭バッターを打ち取っています。3連勝、いや初球打ち、6連がかかった試合なんで集中していこう。この回のイーグルス打線ですが、やっぱ柳田シフト、2アウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。打ちました。いやワン・ツー・スリー。さあこれからイーグルスが守備につきます。うちの先発は菅野さんですね。そして阿部が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。まず何を投げてくるか。最初は変化球できました。ボールになります。阿部、こんななんか癖のいい、癖のすごい阿部っていう読み方するのかね。本当はワンボールツーストライク、普通にやべって言ってほしいね。外れてますか。やべか、やばいやばい。決まったと思ったでしょうね。はい、外のストレートわずかに外れて、いやーうまい、あぶね。まあ次のボールは勝負ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。詰まらせて、よしバッターは2番に入っている稲葉。稲葉さん、菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース打ちました。いやー、うわー、流し打ち芸術的。バッターは DH この先、わっシューター。ツーアウトランナーありません。出ました、アップルさん。アポーレフトに上がった。アポパンチ、オッケー。2回表に入ります。イーグルスのローズ、バッターは4番ローズ。なんかローズの得の毎回出てる気がしていいね。動きはありません。0対0になった。打席には5番バッター山川。パワーカンスト、噂はまずは先頭バッターを打ち取っています。おたかちゃん頼むで。ナイスボール。引っ張った。え、俺地味に噂さ打ちにくいかもしれない。ちょっとやばい。バッターボックスには指名打者の外。自分が使ってた時のこと思い出そう。でも俺配球下手だから結構、今リアタイやってたわけじゃなかったんです、その頃は。あの結構適当に投げてた感じがするから。なるほどなるほど、カーブか。マグレ、今のはマグレ、マジでヒットでランナーを一塁に置いています。キャッチャー誰だろうこれ。 BC。 ああダメか。なんだろう、俺大会もしてないのにちょっとタイミングが早いな。変化球わずかに外れました。次が3球目。インサイド打った。よっしゃ。2回の裏になります。さあライオンズ、この回はやばい、山地さん
バッターは山田。イーグルス。やべえ。レフトへ。いや、あ、大丈夫か。いや、ありがとうございましたって言われた。早いんだよ。初球は何から入ってくるか。諦めたらそこで試合終了ですよ。これが2球目。そんなことある？警戒していた相手だったのですが、サヨナラホームランを打たれてしまいました。まさかまさかの。まる。完全丸選手にやられましたね、これは。うん。ヒット1本とかだったら、さっきの試合、確かね。チェー、やられたー。でも、あと2勝すれば、まあ、残留か。あと2勝で残留で。あと3勝で昇格？昇格しなきゃいけないんで、あと3勝だね。あとでも6試合やって3勝すればいいから、まあね、気は抜けないと思うんで、はい。これをちょっとね、動画でお届けできないのが残念ですが、またツイッターとかで、プラチナさん行きましたとか、クロート行きましたとか、ツイッターとか、オープチャーとかの方、随時ね、報告していこうと思うので、皆さんぜひチェックの方お願いします。はい、というわけで、ちょうど今動画回してたら、今ちょうど3時ぐらいで、で、ちょうど今試合終わってホーム画面戻ったら、これ来てたんで、一回だけ弾こうかな。動画回しながら弾くとね、いいの当たる説あるよね。うん。いいの当たる説ある。動画回しながら弾くとね。あれれあれれあれれれれあれれ飛ばない。堀江投手。いや、ちょっと違うな。うん。B、せめて A ランクね。今、ちょっとね、3日目か、これで。うん。B ランクしか出てない。なんか、ツイッターとかで見たよ。2日連続で S 引いた人とか。うん。くれよ、俺にも S を。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。ちょっとね、最初の方、コメントでめっちゃ時間使ったりとか、試合中もバタバタというか、うるさくて、本当に申し訳ございませんでした。はい。ですね、そう、結構最近もう登録者の方も増えてきて、うん。僕もちょっとね、頑張んなきゃいけないなと思って、ちょっと、はい。若干、なんだろう、張り切ってるじゃないですけど、うん。ちょっといつもと違うことをやってみたいなと思って、はい。結構毎日頑張ってます。はい。いや、で、まあね、今回このルーム戦じゃないや、なんだっけ、リアタイ日記か。リアタイ日記。はい。今回で一応最終回というか、2020年シーズンは今回で最終回ということだったですが、いかがだったでしょうか。まあ、今までね、10回かなやってきて、まあ、いろんなリスナーの方にアドバイスいただいたりであったり、めっちゃうまいとか、もう本当にみんなにね、褒めていただいて、僕も本当に自信になったし、まあ、それでまたリアタイ日記とは別にルーム戦配信もね、ちょくちょくやらせていただいて、たくさんの方にね、楽しんでいただいたり、本当は時にはね、ちょっとしたハプニングとかもありましたけど、うん。皆さんと一緒に、そう、プロス PS を通じて楽しんでいけたので、僕的にはね、嬉しかったです。なんかこんなこと言うと、いかにももう俺が、うん、もう今日もってプロス P やめますみたいな、そんな感じなんだけど、違いますからね、皆さん。2021年シーズンもね、さらにパワーアップするか、どうかわかんないですけど、リアタイ日記の方ね、僕、まあ頑張っていきたいと思います。はい。まだちょっと最初の方は選手とかも揃わなくて、もしかしたらちょっと継ぎはぎだらけと言いますか、2020年の新選手もおりゃないか、中には2019年の選手もおりゃないかという感じかもしれないですけど、まあ地道にコツコツと頑張っていきたいと思うので、グランドオープン明けも、皆さん、どうかよろしくお願いします。そして、2週間ぐらい、ちょっとね、しばらく、多分ショート動画かな？配信はできない。配信とか、長い動画はしばらく、
あのプロスピンもそうだし、あともう一個やってるウィーニングイレブンもそうだと思うんです、そうなんですけど、しばらくね長い尺の動画出せなくなっちゃうので、ぜひねその間はあのたくさんプロスピーもそうだし、まあ、ウィーレもそうだし、まあ、他のたくさんね YouTube の方には面白いクリエイターさんであったり面白いチャンネルであったりね、たくさんいらっしゃると思うので、ぜひねそちらのチャンネルで楽しんでいただけると嬉しいです。はい、すいません長くなりましたが、皆さん2020年シーズンリアタイ日記ご覧いただきてありがとうございました。また2021年シーズンもね精一杯頑張るので、もし今日の動画面白いなと思った方はぜひチャンネル登録、それから動画の高評価押していただけると助かります。あとそうだ、今回ねいただいたコメントはまた次回の多分初回リアタイ日記の2021年シーズンの方でまた今回のように読ませていただきたいと思うので、ぜひ、質問だったり、質問とかね、この動画に対するコメントとか、じゃんじゃん送ってください。よろしくお願いします。というわけで今日の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。また、次回、2週間後になると思いますが、3週間後になると思いますが、ぜひ次回お会いしましょう。まるでした。バイバイ。